こんにちは。あー、ちょっと元気ないですね。こんにちは。あ、いいですね。はい。今日はですね、ポスグレ11の解体新書ってことでですね、新機能の話にフォーカスして、まずそのチュートリアルを始めていきたいと思います。で、まず大前提なんですけど、普段ポスグレを使ってるよっていう方はどれくらいいらっしゃいますか？あ、ありがとうございます。でもそれでも8割、7割ぐらいですね。普段 MySQL だよっていう方はどれくらいいらっしゃいますか？あ、ありがとうございます。僕いつもね、これを PHP とか、そういうところで話すると大体逆なんでね、こう比率が。いつも MySQL の話するんですけど、今日は Postgre にしっかりフォーカスして話して良さそうですね。あと、OracleDB 使ってるよっていう人。あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。DB2 使ってるよっていう人。まだって言っちゃいけない。いらっしゃいますね。はい。あと、SQL サーバー使ってるよって方。ああ、珍しいです。少数派ですね。ありがとうございます。じゃあ、まあ一応ですね、今日、まあ OracleDB だったりとか SQL サーバーにはこうだけど、Postgre こうだよってところを踏まえながらですね、お話しさせていただきたいなと思っています。はい。ご協力ありがとうございます。でですね、Postgre 11なんですけど、2018年10月18日、ちょうどまあ1ヶ月前ぐらいにですね、ニューバージョンとしてリリースされました。で、Postgre 11新機能検索とかで検索すると、まあ、もうすでにですね、いくつか情報が出てきますと。で、まあ、今日の話は、今日もね、午後からっていうか、多分最後のセッションだったかな。篠田さんっていう HP の方がいらっしゃるんですけど、の話の中にも結構書いてあるし、これが多分、一番デベロッパー向けにはまとまっています。はい。ただ、デベロッパー向けなので、初心者の人とか、あと 9.6 とか10を知らない人が読むといきなりこう、その10ではこうだったけど、11でこうなりましたとかじゃなくて、前回から変わりましたしか書いてないんで、前回知らないと差分わからないんですよね。そういうところをちょっとフォーカスしたいなと思ってます。あとですね、今日午前中の基調講演でもですね、お話しされていた NTT OSS センターさん、まあ、ミカカデータさんですね。最近の若い子ミカカって言わないか。結構ポスグレ11に貢献されているので、開発自体で。その人たちが実際にこういろんなところで、こういうふうなことをやっていますとか、こういう新機能出ましたみたいな。これ沢田くんっていう若い子がいるんですけど、この子がとにかく優秀で、この子の資料をウォッチするだけでもですね、だいぶいいんじゃないかなと思ってます。で、沢田くんのいいところはね、図がいっぱいあるんで、眠たくならない資料なんでね、はい、ぜひ読んでもらえたらなと思います。はい。で、まあ、ここから一歩踏み込んだ話っていうところでですね、少しお話ししていきたいなと思っています。で、今日のアジェンダですね、簡単にま、自己紹介させていただいてですね、まあ、目玉の新機能とユースケースの話して、で、最後、まあ、11使う中でちょっと注意しましょうね、みたいなところを少しお話ししてからですね、まとめといきたいと思っています。はい、自己紹介なんですけど、まあ、さっきからお前喋ってるけど誰やって感じなんですけど、僕は曽根武友と言います。今株式会社オミカレっていう会社で、CTO をやってるんですけども、まあ、ちょっと前はですね、まあ、去年の今頃ですけど、例えば株式会社ハテナって会社で、マカレルっていう監視ツールの、エンジニアやってたりとか、そこはポスグレ使ってたんでね、ポスグレの担当やってたりとかっていうのをやっています。で、今日お話しさせていただいてるんですけども、僕日本ポストグレ SQL ユーザー会の勉強会担当で、今日午前中にお話しされていた坂田さんとですね、同じようなことをやっています。なので、今日のお話で、例えば、この人の話もう一回聞きたいんだけど、うちの会社でとかね、僕らのコミュニティ、例えば Ruby だったり Java だったりとかで、同じような話聞きたいんだけどとか、Azure のイベントでちょっと DB の話してほしいんだけどとかあったら、いつでも声をかけてください。はい。あと、ちなみに宣伝ですけど、僕は Microsoft MVP ってやつです。はい。で、まあ、オミカレって何なのっていうと、まあ、シルバースポンサーもさせていただいてるんですけど、なんと、SRA さんと多分アシストだけかな。理事が、ポスグレユーザー会の理事が2人いる、結構、軽有な、ウェブ系の会社で、まあ、婚活パーティーのまとめサイトをやっています。この裏でね、うちの高橋が、MySQL オーラ、AWS オーラね、MySQL 版からポスグレに移行って話をちょうど今、している感じかなと思います。はい。で、まあ、宣伝をしたところでですね、早速、目玉の新機能の話していきたいと思います。はい。で、今日ですね、新機能って言っても150個以上あるんですよ。ポスグレのリリース今回。確か。で、それ全部ウォッチする必要は当然ないですし、
まあ、ちっちゃいものから大きいものまであるので、まあ、その中でこれだけは絶対ウォッチした方がいいっていうものを、3つ、用意しました。これ、あ、そう、僕、下の名前、それ、竹友って言うんですけど、壮大なるの壮大人しか読めないから、みんなから壮大さんと呼ばれてるんで、これ壮大調べっていうのは僕調べって意味ですね。はい。で、その3つ何か。で、パーティションと、パラレルクエリと SQL の拡張っていうところを今日フォーカスして話していきます。で、その他にも、まあ、目玉はあるんですよ。特に、こう、作った会社の人はね、自分が作ったものを押したがるから、ディスってないですよ。例えば、JIT っていう、わかります ?Just in time compile の略なんですけど、実行時に、それをコンパイルして再利用するって話なんですけど、が導入されました。あとは、ストアドプロシージャーも導入されました。ストアドプロシージャー、オラクルの人からすると、今更って思うと思うんですよ。まあ、今更なんですよ。今までは、ストアドファンクションしかありませんでした。で、ストアドファンクションと、プロシージャーの違いとは何かっていうと、一番わかりやすいところは、戻り値が必須か必須じゃないかです。で、ファンクションは戻り値が必須です。なので、ポスグレの今までの関数、ストアドは、戻り値が必須だったんですね。に対して、ストアドプロシージャーっていう戻り値がなくても使えるものができました。どういう時に嬉しいかっていうと、例えばなんですけど、テストデータで1億件とか1000万件とかを、まあ、登録したい時あるじゃないですか。連番とかで。それを、まあ、パッと思いつく方が、例えばなんかこう、PHP でループ回すとかね。なんか SQL で、サイキクエリを書くとか、そういうこう、めんどくさい処理を書かなきゃいけなかったんですけど、ストアドファンクションだと戻り値が必要なんで、こう毎回戻り値を用意しないといけないんで、まあパフォーマンスも遅いですし、まあコード書くときになんかマジカルなコードをやらなきゃいけなかったんですけど、まあ、ストアドプロシージャーだと別に戻り値いらないんで、ループでインサートランダムみたいな値でこう作るみたいな、とか連番で一件ずつ足していくみたいなループ書いて、ストアドコールするだけでよいみたいな。そうするとテストコード作るときとか、開発環境でテストを流すときにね、テスト用のデータを流したいみたいなときに、まあ非常に便利。みたいなことができるようになりました。はい。で、三つ目。これ三つ目が、三大目玉だろっていう人結構いらっしゃるんですけど、まあレプリケーションがめちゃくちゃ強化されてます。今日の話でも少しお話出てきましたけども、もともと 9.0 からだったかな。もう、イニシエなんですっかり忘れてきましたけど、レプリケーション最初非同期とか順同期とか、その辺を順番に入れていくだけでも年単位だったんですけど、やっとです。Postgres 10からロジカルレプリケーション、要は論理レプリケーションですね、がネイティブでサポートされるようになって、11からですね、実際にバリバリ使えるようになったな、というふうにな、印象を受けます。で、ロジカルレプリケーションできると何が嬉しいか。ここね、すごい重要なところなんですけど、Postgres のレプリケーションって、普通は、コピーなんですよ。コピーです。なので、同じテーブル、同じデータ、同じ、カラムの状態じゃないとレプリケーションできません。これ MySQL の人からすると実は結構大きな制約で、MySQL の人とか、まあ、スローニーを使うシーンもそうなんですけど、特定のテーブルだけレプリケーションできればいいんだよねとか、特定なテーブルを A というテーブルとこっちの B っていうテーブルがあったとして、それを別々の DB から持ってきたいんだよね。で、一つくっつけて集計したい。例えば、そうですね。なんとかブックマークとなんとかダイアリーっていう、こう、サイトがあったとして、それぞれにね、こう、課金のデータがあって、最後、足し算したいから、集計用のテーブル持ってきたい。集計用DB に、こう、ブックマークの方から課金のログと、ダイアリーの方から課金のログ持ってきて、最後ここで演算したい、みたいなことをしようと思うと、アプリケーションで持ってくるしかなかったんですよ、今まで。けど、それをテーブル単位でレプリケーションできるようになったので、ロジカルレプリケーション使うと持ってこれるようになりました。で、ここまではね、よく言われるいい話。で、もう一個すごい重要な話があって、Postgres って同じバージョンじゃないとレプリケーションできません。メジャーバージョンがね。だから Postgres 10は Postgres 10じゃないとレプリケーションできなかったんですよ。ストリーミングレプリケーション。ってことは、バージョンアップ、よく MySQL の人は、MySQL メジャーバージョンアップの1個上まで、レプリケーション対象なんで、5.6 から 5.7 にレプリケーションしておいて、こう、フェールオーバーでバチンと入れ替えて、MySQL 5.7 動かすってことはよくあったんですけど、そういうのはできませんでした。それが、ロジカルレプリケーションを使うと、Postgres 10でもできるようになります。
あ、ポスゲ11か。10でも11でもですけどね。なので、11にバージョン上げたいときに、ロジカルレプリケーションというのが一つの選択肢になったっていうのが、まあ、大きな変更かなと思います。はい。で、ちなみにこの話は、この3つに関してはこのページでおしまいです。はい。ではですね、早速本題の方に行きたいと思います。はい。パーテーションの強化ですね。パーティションなんですけども、パーティション自体はですね、10の新機能として、サポートされました。今まではですね、10で入ったよって言っても結構かゆいところに手が届かなかったんですね。それに対して11ですごい強化されて、実用的なレベルになったなというのがありますので、ぜひこの機会に覚えて帰ってもらえたらなと思います。で、パーティションって何っていうのが当然あると思うんですけども、今まででっていうか、パーティション全体としてはですね、午前の方の話でもあったんですけど、親テーブルが、みんなからはこれが、例えば、会計テーブルみたいなのが見えるんですよ。はい。で、それに対して、実態は、それぞれ別のテーブルになっていますよっていうのが、パーティションという機能です。はい。で、指定したルールに基づいて、子供のテーブルに分散されるってやつですね。はい。で、これ何が嬉しいのっていう話なんですけど、例えばこれが、会計システムの場合に、4月の集計、5月の集計、6月の集計のログね。で、それぞれ分かれていると、4月のデータだけ取ってきたい。という時に、今までだとこれのね、ガッチャンコしたデータから取ってこないといけないんで、大変だったんですよ。それが4月のテーブルだけで取れるので、当然早い。で、3月のデータはもういらないんだよねっていう時に、今までだとこの全体で、デリート3月みたいなことをやらなきゃいけないんで、処理が時間かかってたんですけど、3月のテーブルだけドロップすればいいので、他に影響なくですね、対応することができました。これがですね、9とか8の時どうしてたかっていうと、トリガーと継承っていう機能で、粛々とですね、DBA の人が頑張ってたんですよ。それが SQL 一発で作れるようになったっていうのがですね、非常に大きな、まあ、メリットになっています。はい。なんかすげえ面白いこと言うと思ったような。あ、思い出しました。で、パーティション、さっきの話に、例えばですけど、ここの中で、今、ユーザーっていうテーブルがあったら、ユーザーの皆さんの多分世代がですね、20代、30代、40代分けたいわけじゃないですか。そうすると一人ずつこうやって聞いていかなきゃいけないんですよね。20代ですか ?30 代ですか ?40 代ですかって。今日は、30代ぐらいが多分平気だと思うんですけど、そうすると、20代の人だけこの列に座ってください。30代だけこの列に座ってください。40代だけあの列に座ってくださいって言ったら、もうその列を見るだけでいいじゃないですか。20代の人に声かけようと思ったら。そういうことなんですよね、パーティションって。はい。だからグルーピングをテーブル単位でしてやるっていうのが、パーティションのメリットです。はい。で、種類には3種類ありますと。で、レンジとリストとハッシュですね。で、レンジが、さっき言ったグループです。例えば、東京の人、岡山の人、広島の人。で、エリア別に分けるとか、エンジニアの人、マネージャーの人、みたいな感じで、文字列のですね、グループで分けてやる。っていうのはリストです。で、それに対して、一番端のレンジですね。レンジの場合は、例えば、1月っていう値を持っていれば別に、リストでも分けれるんですけど、だいたい生年月日で分けると、日付で、持っているので、例えば、1月1日から1月31日までの人とか、2月1日から2月の29とか28までの人みたいな感じで、分けていく。数字でね、分けていくっていうのが、このレンジになります。間で分ける。で、ハッシュっていうのが、これは11の新機能です。左の2つは、もともとあったんです。ポスグレ10でね。けど、11で入ったのがこのハッシュってやつで、値をもとに。例えば、そうですね。みんなに連番を振っていきますと。1から5順番に。で、今テーブル3つあるんで、3で割りますと。で、3で割って、余りがない人、余りが1の人、余りが2の人。うん。で、3つ分けてやって、順番に座っていくと、ラウンドロビンで順番にね、バラバラに多分座るようになるはずなんですよ。そういう風な形で、バラバラに分けるっていうのが、ハッシュのパーティションの仕組みです。よいしょ。実際にですね、ここはまああまりフォーカスしませんが、コードで書くとこんな感じです。これをですね、今、多分5行ぐらいかな。5行ぐらいの、クリエイティブ文と、パーティションの指定を1行、これだけを書くだけで、今のが実現できます。はい。今まではね、もっともっと頑張んなきゃいけなかったんですよ。コンフ書いたり、トリガー書いたり、結晶書いたり、
で時々事故ってまた直したりっていうのを、それがもう非常に簡単になった。はい、これはもう本当あのお父さんとしてはですね非常に嬉しい内容なんですけど、実際に試してみるとですね、このインサート文が左ですね、日時の売上とかで、まあ、ウェブプラス DB っていう本が来月出るんですけど、あのポスグレのいい特集が僕が書いたんでぜひ読んでください。あの今のワラドですよ。あのここに書いてあるんですけど、10月の日付を入れておくと、まあ、このこれですね、2018って言って、2018っていう値の時は10月ですよみたいな感じしてるんで、こちらと10月に入ってる。で、9月のやつを見ると9月にはデータがないっていう風になってます。でもちろんこれは今子テーブルを直接参照してるだけなんで、この販売履歴っていう親テーブルを見た場合はちゃんと全部出てきますっていうのがパーテーションのカラー、あの特徴です。はい、レンジも一緒ですね。で、レンジの場合ご注意ください。ここがね、あの未満なんですよ。だからよくあるんですけど、10月31日23時59分59秒ってやると23時59分59秒は含まれないんですよ。なので、こっちは以上なので、ミンを設定してもらって、で、ここはちょっと1個上をですね、設定してもらうっていうのだけ忘れないようにしてください。これ、イントの場合とかはね、割と事故が発生しやすいところになってます。はい。で、まあ、レンジでも同じですね。同じことができますよっていう形です。はい。で、ハッシュパーテーションの場合は先ほども説明したんですけども、インサートが分散するので、1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番で座っていって、それぞれのテーブルに分かれていくので、あの、ID でですね、順番にインサートしていきたい、インサートは分散するとか、セレクトも理論上は、こう、バラバラにテーブルに参照するようになるので、平たくなるよね、みたいな感じで使われます。はい。で、じゃあ、さっきのハッシュとリストで、例えば、なんでそれぞれ分かれてるのっていうと、リストの場合とか、レンジの場合で、当たり前なんですけど、今日今、11月じゃないですか。11月はどんどんインサートされるんですよ。だって今11月だからね。なんですけど、ハッシュの場合は、その11月テーブルをさらに分散したい、みたいな時に使います。はい。で、他にも強化された点いっぱいありまして、この辺細かくは読んでいかないんですけども、資料公開されていますので、後ほど読んでください。で、この辺で書いてあることが今まで10でできなくって、実運用の時めんどくさいなっていうところが改善されましたよって話です。はい。で、大きいところで言うと、パーテーション化されたテーブルにデフォルトパーテーションが指定できます。要は今、20代、30代、40代で並んでたとして、10代の人とか50代の人は自分のテーブルないからエラーになってたんですよ。座るとこないですよって。それが、じゃあ、20代、30代、40代以外の人は、このデフォルトのここに座ってくださいねっていうのが指定できるようになりました。はい。なので、これでインサート漏れとか、あの、更新漏れみたいなことがなくなります。はい。あとは、まあ、この辺は、あれなんですけど、まあ、年齢って勝手にアップデートしていくわけじゃないですか。まあ、たまにね、私は20歳ですって言い張る人もいらっしゃいますけども、と、あの、20代から30代になった時に椅子座るとこ変えてもらわなきゃいけないわけですよ。20代テーブルから30代に。それを今までは自分でね、やってたんですけど、エンジニアの人がやってたんですけど、自動的にポスグレでアップデートで、上げてくれます。アップデートのタイミングで座る席を変えてくれるわけですね。はい。なので、もうあんまり意識しなくても、アップデート分とインサート分を書いておけば、適切にパーティショニングされるっていうのが、ポスグレのパーティショニングです。はい。で、あとはですね、まあ、細かいとこいろいろありますが、はい。はい。で、パーティション Z、やっと実用レベルになったなというふうに思っておりますので、例えば、できたばっかりなんでどうなのってよく聞かれてたんですけど、まあ、11はですね、まあ、もう、他の DB で、例えば、オラクルで使う、MySQL にもあるんですけど、MySQL で使うっていうレベルであれば、まあ、Postgre 全然使ってもらってもいいですよ、っていうふうに言えますし、僕が、エンジニア、僕 MySQL もよく使うんですけど、MySQL と Postgre で、パーティションが使いたいんだけど、どっちって聞かれてたら、まあ、9とか10の時は MySQL 進めてたんですよ。で、11からは Postgre を進めて、まあ、安心して進めるレベルになったなと思っています。はい。で、次はパラレルクエリですね。はい。パラレルクエリとは何ぞや。まあ、パラレルクエリ、オラクルの人からすると当たり前なんですよ。
昔からあったんですけど、やっとですね、OSSDB にもパラレルクエリが来ましたっていうのが、Postgre 9.6 のお話です。パラレルクエリって何かっていうと、例えばセレクトアスタリスクフロムユーザーみたいなものを投げたときに、まあ今までだと、一人ずつこうやって、あなたは誰ですか、あなたは誰ですかって聞いてったわけですよね。テーブルスキャン。で、それを、インデックスにまとめるっていうのが、例えば出席簿みたいなもので、例えば、田中さんは、あそこにいるね、とかっていうのが、まあ、インデックスが、まあ、出席簿みたいなものだったんですけど、テーブルスキャン一人ずつ聞いていくから遅いわけですよ。これを、例えば例で言うと、三つに分かれてるんですけど、じゃあ、僕はここ担当します。僕はここ担当します。僕はここ担当します。ってことで、三人のワーカーは分かれて、で、最後、じゃあ、田中さんいたっていうのを最後、ガッチャンコして返すっていうのができるようになったのが 9.6 からです。とはいえ、まだまだこのパラレルクエリにも実際には制約がありまして、できることできないことがあったんですけども、例えば部分集計ができませんでした。要は、このワーカー、このワーカー、このワーカーで、まあ、縦列で、こう、パラレルクエリが走ったとしたときに、この中での平均、この中の平均、この中の平均を最後ガッチャンコして最終平均を求めるみたいなことはできなかったんですよ。それも部分集計してから最後くっつけて部分集計を返すみたいなこともできるようになりました。はい。で、9.6 でポストグレのパラレルクエリ入ったんですけど、まあバージョンアップするたびに進化が本当にすごくて、例えば10で入ったのはパラレルインデックススキャンの、まあ、B3 のみなんですけど、まあ大体の人はね、B3 しか使わないんで、要はさっきの話テーブルスキャンの時だけだったんですよ。でも、ポストグレ10からインデックスを使う時、もパラレルクエリが使えます。あとサブクエリとマージジョインですね。も、対象になりました。で、11からはハッシュジョイン。まあ、9.6 の時も若干できたんですけども、正しくハッシュジョインの時もより強化されたパラレルクエリのハッシュジョインができるようになったりとか、あとはですね、こう、普段何気なく使う SQL。もパラレルクエリの対象になりました。例えば、create table as select。要は、セレクトの結果をテーブルにする SQL ですよね。これは、今まで、セレクトテーブルスキャンだったんですよ。でも、セレクトだけでやるとパラレルクエリだったんですよ。だから、セレクトを投げて、結果をまあ PHP かなんかで一回受けて、もう一回 create テーブルに差し込んでインサートした方が早かったんですよ。とか、コピー文で投げた方が早いってことは多々あったんですよ。で、また、create table as select は、まあ、テーブルロックなんで、これやっちゃうとテーブルロック取っちゃうし、早く終わってほしいのにな。こういう時こそ、パラレルクエリ使ってほしいのにな。っていうところで使ってくれるようになりました。あと、待てビュー。待てビューってわかりますかね？まあ、ビューって、セレクトの結果のエイリアスなんですけど、要は、毎回、セレクトが実行されるのがビューなんですけど、10台のテーブルみたいなね、仮テーブルを実体でキャッシュで持たせることができるんですけど、キャッシュなんで、作った時の状態なんですよね。だから、こう、そのデータを作んなきゃいけない。クリエイトテーブルしなきゃいけないんですよ。同じように、ここもパラレルクエリが入るようになりました。あと、ユニオンとかね、セレクトイントゥーと、イントゥーは今度はインサート分の時もね、セレクトした結果をインサートにしたい時の、セレクトの部分に、パラレルクエリが使われるようになっています。で、これによってですね、もう11ではもうすべての読み込みがほぼ並列化されたと言ってもいいんじゃないですかね。なので、セレクトで参照する部分っていうのはほぼパラレルクエリ使えるので、メニーコア、例えば4つ、8つ、16個、32個みたいなコアがあればあるほど、パラレルクエリが恩恵受けやすい状態になっています。ただ注意点は、書き込みはまだ未対応なんですね。これが多分12、13、14の多分大きな課題で、書き込みもパラレルクエリになっていけばよりメニーコアな環境になっていくんでですね。ぜひ、皆さんも環境も、今までだと多分、コア数が多いよりもですね、メモリが多い方が重要だったんですよ。どれだけ、イノデビじゃなくて、シェアードバッファー、イノデビは MySQL ですね。共有メモリーにデータ載せれるかとか、そのワークメモリーにどれだけメモリ詰めるかの方が重要だったんですけど、この、パラレルクエリをどんどん使っていくっていう風になるのであれば、コア数が多い方が重要だね、みたいなユースケースもあります。例えば4コアとか8コアで集計クエリをガンガン投げるみたいな分析基盤を作る。みたいな時は、コア数も重要な要素になっています。はい。で、一番嬉しいのはね、パラレルクエリのメリットって、バージョンアップするだけで勝手に受けれるんですよ。パラレルクエリのためのチューニングとか、パラレルクエリ使うぞみたいなこと考えなくて、別に普通にバージョンアップして、いつも通りセレクト分投げたら、普通にいつも通り
やつが、お、今日のやつ早いやんみたいになるだけなんですよ。なので、まあ、これを本当にもうバージョンアップするの理由にこれだけでなるので、まあ、ぜひパラレルクエリをですね、使ってくださいじゃないですね、バージョンアップしてくださいっていう風な感じでですね、使ってもらえたらなと思います。はい、50分セッションであと30分切りましたね。あと20分ぐらい、はいですね。はい、最後 SQL の拡張ですね。この資料ね、88枚あるんですよ、実はね。はい、まだ半分ぐらいですけど。はい、でインデックスオンリースキャンっていうのがありますと。これインデックスオンリースキャン何かっていうと、まあインデックスっていうのはさっき言った出席簿なんですよ。で出席簿で、はい、で田中くんつって、あ、田中くんあそこにいるね、じゃあ年齢いくつですかって聞いて30歳ですって返ってくるのが、まあインデックスの使い方なんですよね。でインデックスオンリースキャンって何かって言ったら、もう出席簿に田中さん30歳って書いてあるんですよ。そしたら出席簿見て、あ、田中くんは30歳ねって言って、そしたら本人に聞かなくていいじゃないですか。でデータを返すっていうのがインデックスオンリースキャンの仕組みですと。当たり前ですけど聞かなくていいんでめっちゃ早いんですよね。これが、カバリングインデックスって言います。インデックスだけで答えを返せるっていうことですね。で今まではインデックスに全部書かなきゃいけなかったんですよ。参照するとき、セレクトかけるときだけはもうその年齢しか使わないんだけど、インデックスオンリースキャンのためだけにこの名前と年齢と、うん、あと住所も聞くなみたいな感じで、そうすると全部カラムを足さなきゃいけなくって、でインデックスってなんか語弊があるんだけど、テーブルコピーみたいなもんなんですよ。作れば作るほどこうテーブルサイズが2倍3倍になっていくみたいな感じなんですよね。だからこうなんか10個とか20個とかインデックス作っちゃうと、インサートで10個とか20個にインサートしてるのと同じだし、テーブルサイズも10倍20倍ってなっていくから無駄なんですよね。それを防ぐたびにインクルドクっていうのが増えて、要は検索では、まあ、名前しか使わないから名前のインデックスだけ作りますと。そこにカバリングインデックス用の名前が年齢であったりとか、住所みたいな付属情報を書いておく。要は、出席簿に、付属情報を書いておいてあげると、オプティマイザーがそこだけ見て答えを返してくれる。エグゼキューターか。が返してくれるっていうのは、機能が追加されました。はい。で、これは、使いこなせば使いこなすほど早くなるので、まあ、覚えておいてもらえたらなと思います。で、これもね、オラクルには昔からあったんですよ。し、MySQL にも昔からあったんですよ。はい、最近やっとポスグレに入りましたって話です。はい、で分かりやすく SQL で言うと、今までこの、まあ、そこがさっき言った年齢ですね。年齢テーカラムが欲しい。で、ID で123って調べて、まあ、ID は主キーなんで、123はインデックスで返せるんだけど、ここはインデックス含まれてませんでしたと。でも、これにクリエイトインデックス、インデックスとカラムってつけておくと、123って絞り込んだ中に年齢カラムとか入ってきますよっていう感じですね。はい。あと、ウィンドウ関数。ウィンドウ関数知らないよって人。あ、大丈夫そう。ありがとうございます。ウィンドウ関数はね、この中で今言うと、そうですね。東京の人って言ったら、まあ、東京の人がグループされるじゃないですか。で、東京の中で1234。じゃあ、広島出身の人って広島の中で1234って、今までだと SQL こう、広島の SQL、東京の SQL って投げなきゃいけなかったんですけど、それをもう1回でグルーピングしてあげる。そのウィンドウって枠ってことなんですけど、東京って枠を作ってあげる。広島って枠を作ってあげることができる機能です。はい。で、ウィンドウ関数っていうのが、まああるんですけど、これに除外が指定できるようになりました。要は、自分の行、削除するとか、まあいろいろあるんですけど、重複とか。これ、後でゆっくり見てもらえたらと思うんですけど、ここのウィンドウオブジェクト as のところがウィンドウ関数で、下のところがこう、これは自分の上一つ、下一つを含むってやつです。はい。で、グループでもそうだし、まあ、レンジの場合もそうなんですけど、ですると、例えばまあ、これは、いたいた。この人は上一つ1で、下3なんで、ここは1113になるんですよね。両方含んでるから。で、この人は上いないから、まあ、値は11になります。で、ローはこの ID ですね。で、4の人は、4ここ ?3 と5ですよね。3と5みたいな感じです。で、重複を省くと、はい。1の下は下しかいないから、1じゃないですか。値がね。バリューが。だから、もう、ないんですよ。自分と被ってるやつを省くとかすると。とか、同じ、
同じような感じで、この人の場合は上1で3で自分と同じ値を省くってすると、上はもういないんです。同じ値だからいないんですけど、下は3なんで違う数字なんで出てくる。3の場合は、自分を省くと3は出てこないんだけど1がどこが出るみたいな感じでこう、はい、いい感じにそれぞれ使っております。はい。できなかったこととか、やろうと思うとできたんだけど、すごい手がかかってたところに SQL の強化っていうことで、1回のクエリだったりとかシンプルに書けるようになります。で、まあ、基本的には使い方を考える。これを使うためにどうしようっていうよりは、なんか今までだとこうだったのに、なんか、ちょろっと書くと便利じゃんとか、移動変形、まあ、さっきの SQL どういう時に嬉しいかって、移動変形とか、なんかこう、そのユーザーのクリアした時のランクのスコアの分析したいとか、婚活パーティーに申し込む人のなんかカテゴライズしたいとか、もうこれは実務の話になってくるんですけど、な時に使いたくなるんですよ。はい。で、そういう時に、まあ、使いたいって、まあ、さっきちょっとユースケースの話になったんですけど、もう少しユースケースの話していこうかなと思います。はい。パーティションの強化って、まあ、さっきも言ったんですけど、なんかこういうもんだなと分かったんですけど、じゃあ実際に使うってどういう時かっていうと、まあ、例えばパーティション同士の結合するときに、すごい今回の強化あって、まあ、どういうことかっていうと、例えばブログとアーティクル、いや何かっていうと、こうブログって、こう、タイトルの一覧があるわけじゃないですか、普通に考えると。で、タイトルの先を押したら詳細に行くわけじゃないですか。基本的にはね。ってことは、一覧を取ってくるとき、詳細はいらないんですよ。でも、ブログの中に詳細があると、詳細って当たり前になるけど、ブログの記事なんででかいんですよ。画像貼ってたりとか、1万字ぐらい書く人もいるので、そうすると、タイトルの一覧取ってくるときにすごい重たいから、ブログの中にはタイトルあるんだけど、詳細は別テーブルにしたいんですよね。はい。で、取ってくるとき、詳細ページに行くときだけはアーティクル見ればいいから、まあ別にこう気にならないんだけど、分析のときとかに、こう、ブログとアーティクルをジョインしたいときあるんですよ。稀にね。なんかこう、チャゲ&アスカの特集記事の一覧くださいとか言われるわけですよ。はい。今のは別にあれですよ。僕の実務経験だったわけじゃないんですけど、はい。そう言われたときに、ジョインしようと思うと、まあここでチャゲアス専用テーブルとかがあったとしても、それぞれくっつけたいだけなのに、これ、まるっとくっつけなきゃいけなかったんですよ。これがね、15年ぐらい続いたサービスだと、何億レコードってあるわけだから、そのジョインをすると、障害になるんですよね。はい。それが、絞った、ここだけのパーテーションが仮にあるとしたら、例えばまあ、ここのテーブルだけをジョインするから、こっちの二人、ここの部分は気にしなくていいよっていうのが、ポスグレだとできます。なので、1対1のテーブル。わかりやすく言うとね。他にも例えば、ユーザーテーブルとユーザープロファイルみたいな感じで、ユーザーの詳細情報は別テーブルに分けてる場合、みたいな時は非常に効果が出ます。で、同じ ID でね、ジョインさせるみたいな時とか。はい。こういうふうな形で、パーティション、11にすると、まあ、ユースケースとして大体こう、みんながやりたいなっていう時に、こう、かゆいところに手が届かないとか、あ、そんなところでハマるんだ、みたいなところがハマらなくなったっていうのが、まあ、11の大きな強化かなと思います。はい。で、まあ、スキャンが多いっていうのが、まあね、RDB 一番大きな課題なんですけど、こういう時に、まあ、パラレルクエリが効くっていうので、まあ、さっきもいくつか話したんですけど、まあ、一番効くのはやっぱインデックスも使うが、一番効くのはテーブルスキャンで、で、インデックスって、この中だと今日30代がまあ一番多いとしましょう。で、8割ぐらいいるとします。その場合って、30代の人を調べようと思ったら、あなたは出席簿で、20代ね、30代ね、30代ねってこうやって出席簿を見ながら聞くより、もう8割ここにいることは分かってるんだから、一人ずつ聞いた方が早いんですよ。だってこれ、出席を見て1じゃないですか。はい。2プロセス、2ステップあるんですよね。聞いて。でじゃなくて、1回ずつ聞いてた方が、まあ、1ステップ減るんで、テーブルスキャンの方が早いんですよ。つまり、全体のデータの 1.5、
15% から20% ぐらいまでがインデックスの方が早い分岐点で、それよりもデータが多い場合、その対象になるデータがね、テーブルスキャンの方が早いんですよ。で、例えばこの中で10代の人は多分本当に1人か2人ぐらいしかいないと思うんで、その場合はインデックスの方が早いと思いますし、逆に、こう、さっきの言った30代見たときはテーブルスキャンの方が早くて、で、1件とか2件しか返ってこない。いや、インデックスってね、1件か2件ぐらいしか返ってこないから、どうせ。パラレルクエイじゃなくても早いんですよ。けど、テーブルスキャンの時は当たり前だけど、全員に聞くわけだから、絶対に遅いんですよ、全体的に。なので、そういう時ほどパラレルクエイ使いたくなるし、これ僕の持論なんですけど、テーブルスキャンが早かったら別にインデックスいらないんですよ。ってことは、インデックス貼らなくていいから、まあ、インサートも早いし、別に困んないんですし、そっちの方が運用楽なんですよ。だって SQL のチューニングするのって、インデックスを聞かせようっつって、あ、まあ、SQL ってやつはそっちじゃないんだよな、みたいな感じでインデックス使えなかったりとか、ポスグレなーっつって、いや、そこはジョイン、そっちのアルゴリズムないんだよなっつって。で、ヒント区っていうのがね、オラクルにあるんですけど、なんとポスグレにはなくて、でも NTT データさんが優しくて、PG ヒントってやつを作ってくれてるんですよ。で、ヒント書けるんですよ。でも、Azure にはないんだよなっつって、RDS にはないんだよな、だから結局頑張ってチューニングするか、みたいなこと考えなきゃいけないんですけど、テーブルスキャン早かったらそんな考えなくていいんですよ。で、なので、テーブルスキャンが早いっていうのが一番嬉しいです。し、DBA の人も困んないし、普段 SQL 何気なく書く人も、いや、それはインデックス聞いてないと事故るんでやめてくださいとか怒られるわけですよ、エンジニアが。そういうことがなくなるんで、テーブルスキャンが早いっていうのは非常に嬉しいことです。で、実際に今ね、なんかユースケースちょっと話したんですけど、もうちょっと具体的に言うと、集計系のクエリとか、ハッシュジョインとかね、まあ、大きいテーブル、何百万とかあるテーブル同士を結合するときとかにはかなり効いてきます。あとは、テスト用のデータとか、データ移行するときとかもかなり効いていきます。はい。でも、ま、特に嬉しいのは僕はですね、まあ、マテビューのリフレッシュ、リフレッシュって書いてるんですけど、まあ、クリエイターのときにマテビューがパラレルクエリになったの嬉しいなと思っていて、マテビューって定期的に作り直すんでね、パラレルクエリになったの嬉しいなと思うんですけど、ここ、後で多分言うと思うんだけど、クリエイターなんですよね。リフレッシュはパラレルクエリじゃないですよね。先にリフレッシュだろうと思うんですけど、僕は。はい。まあ、なので、ここはちょっと注意点があります。で、あとは、こう、クリエイトインデックスってさっき言ったんですけど、インデックス作るのってテーブルコピーみたいなもんなんで重いんですよね、基本的に処理としてね。はい。そういうところもパラレルクエリになったのは嬉しいです。で、その他にも、まあ、細かい改善ありまして、オルターってこう、テーブルの変更とかね、の時にオルター分投げますけども、デフォルト、ヌルではないカラムの追加って、共有、ハイタロックを取るはず、取ったような気がする。し、重いんですよ。まあ、とにかく、デフォルトヌルじゃないカラムを追加しようと思うと重いんですよね。けど、ポスグレ11からこれがかなり速くなりました。はい。今までデフォルトヌル OK ってすると、例えばまあ1秒かかんないのに、デフォルトヌル設定しただけで、多分1時間とか2時間とか、3時間とか、ほんとそういうレベルで違ってたんですよね。100万件、200万件、300、1000万件ぐらいあると。それが、両方1秒、2秒ぐらいで、本当に一瞬で終わるようになりました。はい。で、まあ、その他にもですね、パーティションは設計の幅が広がるので、ぜひこれの機会に覚えてもらって、使い方いろいろ、ユースケースもですね、ポスグレで調べるとないけど、オラクルで調べたりとか、SQL サーバーとかだと、まあ、全然ありますので、そういうところでこう、同じような使い方はしたいのにな、でも今までできないんだよな、が、同じ、その実務と同じことはできるようになったので、そういうところでユースケースを調べてもらうのがいいんじゃないかなと思っています。はい。では、まあ、残りですね、10分弱となっておりますので、最後、新機能の話でね、いい話ばっかりじゃないんでね、辛い話もしておこうかなと思います。で、パラレルクエリ万能じゃないってことなんですけど、ウィンドウ関数、先ほどめっちゃ便利って話したんですけど、ウィンドウ関数はサポートされてないんですよ。あと CTE って何かっていうと、サイキクエリってやつですね。ループを SQL でさせるみたいなやつ。では、対応してません。で、ウィンドウ関数とか CTE って基本的にこう、ループなんで、データがでかくなればでかくなるほど、その、速度が遅くなるんですよね。こう、1件の時は1だけど、2になると 2×2 で4になるみたいな。4の時は 4×4 で16になるみたいな、重い、こう、SQL の代表なんですけど、そこで使えないっていうのがあります。
で、あとパーテーション、パーティーションに対して外壁制約が張れないんで、どういうことかっていうと、壊れやすいんですよね、データがね。はい。で、ま、外部キー制約、強権派の人は全部に貼りたいっていうし、ウェブ系の人は、Ruby on Rails ってやつが悪いんですけど、あ、まあ、僕嫌いじゃないですよ。今のは Twitter で言わないでください。怖い人に刺されるんで。Rails がね、4.0 までサポートしてなかったんですよ。4.2 かな。外部キー制約。だから Rails で作ってるアプリケーションには外部キー制約がなかったんですよ。そういう背景があって、外部キー制約貼らない人もとか、PHP のね、ララベルの、フレームワークのデフォルトのやつとかもエレファントっていうかな、はい、もうサポートしてないんで、外部規制約貼れなかったりとかっていう制約があって貼らない人も結構いっぱいいるんですけど、やっぱエンタープライズだったりとか実務で貼った方がデータ壊れにくいんで貼りたいっていう要望はあるんですけど、まだ貼れない部分もいっぱいあります。あと JIT コンパイル、ちょっと先ほど話したんですけど、今日なんか全然話しなかったのは、全然使い物にならなくて語弊を恐れず言うと、はい、まだまだなんかレコードがね、10億レコードぐらいあると速くなるんですよ。10億レコードあるユースケースって、それはノー SQL でやれって話になっちゃうんだから、あんまりこうユースケースなくって、なので、まあ、まだまだ使うことはないかなと思ってます。だからこれ入ったから、ストアードめっちゃ速くなるらしいぜっつって導入しても全然速くならないんでね、はい、気をつけてもらってお願いします。でこれベータ版まではデフォルト有効だったんですけど、全然使えねえじゃんみたいな話もあったりとかして、今はデフォルト無効になっています。はい。で、あと、スタートプロシージャーに過度に期待しないと。これ、オラクル DB の人は特にそうなんですけど、なんか何でもスタートプロシージャーでやるじゃないですか。まあ、それは悪いわけじゃないんですけど、ポスグレで同じことをしようとすると、オラクル DB でいうパッケージ、PHP とか、プログラミングでいうとこのクラスみたいなことはできないんですよ。継承したりとか、使い回したり、だからモジュール化したりとかってできないから、結局全部同じようなことを何回も書くってなっちゃうので、あんまりストアードプロシージャーだとか、ストアードファンクションに期待するのはやめといた方がいいでしょうと思います。やっぱね、ストアードプロシージャーって聞いちゃうと、オラクルとか SQL サーバーのイメージで来ちゃうんで、それに比べるとかなり貧弱です。その代わり、シンプルなものっていうのを書くのは全然大丈夫ですし、Postgre のいいところは、PSQL 以外にも、Java、Python、PHP、パール、JavaScript あたりでも書けるので、まあ、ピンポイントで使う分にはいいんじゃないかなと思っています。あと、非互換な変更。要は、10の時には動いてたんだけど、11の時には動かないっていう機能もあって、まあ、クリエイトファンクション内で、要は、スタートファンクションの中で、ウィズクが使えなくなったんで、こう、再帰的にね、いろいろやりたいっていう時にできなかったりします。これでも、まあ、使ってる人は少ないかな。で、まあ、今日もね、午前中のセッションで、Azure に、Postgre 11が来るにはもう少し待ってくださいって言われてるんですけど、まあ、これをどうしても時間がかかるので、使いたいけど使えないっていうことはまああるんじゃないかなと思うんですけど、オンプレだったりね、EC2 の上に Postgre 立ててますみたいな人はですね、ぜひチャレンジしてもいいんじゃないかなと思っています。はい。とはいえですね、まあ、罠っていうタイトルだから、Postgre 11使うの怖いってなりがちなんですけど、いや、全然使ってもらってよくて、僕もリリースノート一通り見たんですけども、まあ、多分100人いたら99人の人は、まあ、事故らないと思いますし、そこで事故るっていうか、これ、互換がないよっていう人は、使い方間違ってるんでですね、この機会に直した方がいいよっていう形になっています。なので安心して、バージョン上げてもらったりとか、実践で使ってもらってもいいんじゃないかなと思っています。はい。まとめですね。はい。Postgre はですね、豊富な機能が、売りというか魅力なんですけども、じゃあ、今日チュートリアルなんでね、初心者の人も多いと思うんですよ。まあ、そもそも、Postgre 触ったことないとか、使ってみようと思って、オラクルわかるんだけどな、Postgre どうやるんだろうみたいな人とかは、これうちの理事、JPEG の理事のですね、高塚さんと桑村さんが頑張って書いた入門編で、これベイグラントみたいな、ベイグラントなんですけど、VM の、環境ですね。実行環境も用意してくれたりとか、非常に分かりやすい本なんでですね、ぜひ参考にしてみてください。でも、いや、そこは全然得意だよ、という人はですね、これ今、9.3 の時の本の表紙なんですけど、なんと、Postgre 10版もですね、出ました。内部構造から学ぶ、Postgre SQL っていう本なんですけど、これも一押しで、
上級者の人は絶対4度かないと上級者って言えないと思いますし、まあ、初心者、中級者の人が上級者を目指していくのであれば絶対読んだ方がいい本です。今日もね、この著者の人が何人かちらほやと、もう3人ぐらいで書かれてるんですけど、見られてるんでですね、この本は本当にいい本なんで、はい、読んでください。これめっちゃ推してるんですけど、両方の本僕全然印税入ってこないんですけど、その僕にメリットないけど推す本なんでめちゃくちゃいい本です。はい。で、大事なことなんですけど、これいつも言うんですけど、例えばオラクルからポスグレを移行しようが、MySQL からポスグレに移行しようが、まあ逆もしっかりなんですけど、その、イチローのバットを使ったから、ソネさんが勧めたから、ポスグレにするんだ、みたいなことを言って、こう、ツールを選ぶ人いるんですけど、別に、そのポスグレを選んだからといって、幸せになるかどうかは、そこから自分の設計だったり運用なわけじゃないですか。それはそうで、野球するからって言って、イチローのバットを借りたら僕らがヒットをバンバン打つわけじゃないんですよ。なので、まあ、ちゃんとツールについて、ミドルウェアについて知識を貯めるってことは重要です。で、この2冊を理解した上で、篠田の虎の巻って言った冒頭で説明させていただきました、この最新版を読むと、非常に正しく、しっかり、綺麗にまとまっていますので、非常に効果的かなと思っています。で、篠田の虎の巻のいいところは、過去のバージョンもあるんですよ。確か 9.6、9.5 はあったかな。9.6 とか、少なくとも10はありますので、例えばまあ、今自分のバージョンが 9.6 なんだけどとか 9.5 なんだけど、まあ、11は怖いけど12はまず上げれるかな、みたいなところも、こう差分で見ていけるんで、ステップアップしていけるんで、まあ、ぜひ見てもらえたらなと思っています。はい。で、僕が今、新規案件を今からやるんだったら、まあ、11選ぶかなと思いますし、それだけの価値があるなと思っています。例えば、新機能であるパーティションだったりとか、そういうの SQL とか使わないんだよねって言っても、パラレルクエリがそもそも便利ですし、後から使いたいって言った時に使えるってのは結構重要なんですよ。新機能だったり、新しいアーキテクチャって、今僕らが使いたくなくても、明日使いたくなるかもしれないですよね。で、そういう新機能とかって、誰かの問題を解決するために用意されたテクニックなので、その問題に僕らがぶつかるかもしれないですよね。はい。なので、新機能っていうのはですね、使いたくなる日が必ず来るので、いつか、はい、新しいバージョンは使ってもらってもいいんじゃないかなと思っています。はい。で、既存システムでも、例えば、パーティション使いたいとか、テーブルスキャンって困ってるとか、基本的にね、新しいバージョンにすればパフォーマンス上がりますんで、そういう人たちは11に上げていく必要ありますし、あと EOL の人、要は、9.5 がサポート切れるんかな？切れたんかな？はい。9.4 かな？はい。9.4 な気がする。9.4 のサポートは終わったんですね。11が出たから。で、そういう人たちは新しいバージョンに上げていくっていうので、まあ、9.6、10、11っていうのを目指して上げていくっていうのは十分、それだけでパフォーマンス上がりますし、バグフィックスもされているので価値があります。はい。ということでですね、ポスグレ限らずデータベースって使用付けにしやすいんで、なりやすいんですけど、ぜひですね、最新版に追従していきましょう。はい。まあ、そのためのですね、この後、例えば、まあ、細かい話だったりとか、チューニングの話とかっていうのは、この次のセッションでありますので、まあ、ぜひそこも続けて聞いてもらえたらなと思っています。はい。ご清聴ありがとうございました。終わったつもりでいたんですけど、スタッフいないんで僕がこのまま Q&A でなんか質問ある人いますかね。はい、どうぞ。はい、Windows でもさっき紹介した本が Windows でもまあサポートされてるかって話ですよね。で言うと、後者の話はポスグレの話なんであんま OS 関係ないです。はい。で、前者の話は、なんて言うんだろう、こう、自分のローカルに入れてみて試す話なんで、全然 Windows でも試せます。そのベーグルアントっていうのは Windows でも Mac でも動くツールなので、で、自分のローカルで SQL を叩いてみましょうとか、テーブルの作り方はこうです、みたいな話なんで、あんま OS は関係ないかなと思っていますんで、まあ、安心して両方読んでもらえたらなと思います。はい。はい。他に何かご質問ある方いますか？ないですかね。まあ、お時間ちょうどとなりましたので、他にも気になることとか、さっきの話やっぱおかしいんじゃないかとか、自分で思うとこあるんだけどとかある方はですね、僕今日終日いますし、懇親会もいますので、ぜひお声掛けしていただけたらと思います。はい。じゃあ、ご清聴ありがとうございました。